宮城の皆さん、私たち東京パフォーマンスドールです。私たち東京パフォーマンスドールは昨年の6月にこの新メンバーで復活して、はいはい、そして先代の東京パフォーマンスドールには篠原涼子さんや市井由里さん、穴井優子さんなどの先輩方がいらっしゃいます。そして今年の6月にブランニューストーリーという曲でデビューしました。その曲はどうですか、宇崎さん。そうですね、この曲はですね、何か新しいことにチャレンジするとき の応援ソングとなりますので、はいはい、宮城の皆さんも何か始めるときにはね、このブランニューストーリーという曲を聴いて、はい、ステップアップしてもらえたらいいなと思います。はい、はい、そしてですね、私たち東京パフォーマンスドールは TBC 夏祭り2014に出演させていただくんですが、はいはい、私たち自身もとてもね、仙台とか初めての方もいるので、はい、すごい楽しみにメンバーもしているんですが、まずは宮城の皆さんにも私たちの全力なパフォーマンスをステージで見せられたらいいなと思っていますので、皆さんぜひ7月27日は仙台市高等台公園に遊びに来てください。よろしくお願いします。以上、